まずはファイターズの先発、どう立ち向かっていくのか注目です。小宮山さん、大事な立ち上がりを迎えるわけですが、小宮山さんは現役時代、引っ張った、この打球は落ちそうだ、ワンバウンドヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。さあファイターズ先制のピンチです。まあやはり後手に回りたくないですからね、ここは冷静に対処したいですね。うん、そうですよね。さあそのバントしました、ピッチャーが取る、一塁送球、ファイターズさらにピンチになりました。ノーアウトランナー三塁一塁、守備陣の裏をかかれた形となりました。バッターランナーも出塁しています。まあもう少し警戒というか可能性はあると思って守りたかったですよね。3番バッター近藤、ファイターズ連打でランナーを増やしています。連打を浴びてますんで、ここで打線に勢いをつけさせないようにしたいですね。さあ先制のランナーを背負ったこの場面です。ここで申告敬遠を選択、勝負しません。バッターは一塁に向かいます。さあそしてバッターボックスには柳田が入ります。さあなおもピンチの場面で満塁となっています。まあここで先制されないようにこの流れをしっかり止めておきたいですね。なるほど、そうですね。徹底した低めですね、この場面だとそうなるでしょうね。なるほど、次も低めで来るんで、ふわふわっと上がった、ここは打ち上げています、取ってアウト、ワンアウト満塁と変わります。今のはキャッチャーの要求が良かったですね。でもまあ次のバッターはチャンスに強いですからね、彼の裏をかくような配球で攻めたいですよね。そうですね。さあ気をつけていきたい中村がバッターボックスです。惜しいボールでしたね。膝元変化球がわずかに外れています。インサイド打った、高いバウンドになった、ファースト取った、アウト、そのままタッチしてツーアウト、ホークス先制1対0、ファイターズさらに三塁二塁のピンチが続きます。まあここは踏ん張りどころでしょうね。まあそして次は警戒すべきバッターが相手ですから、しっかりと自分のピッチングをすることですね。打ちました、センターライナー掴んで3アウトチェンジです。